逃げ去る恋は、フランソワ・トリュフォーの監督による、1979年の、フランスの長編映画である、アントワーヌ・ドワネルの冒険5作目、大人はわかってくれないから20年後、シリーズの総集編である。フランソワ・トリュフォーとクロード・ジャド・トリュフォーは、前作の過程でシリーズを終わらせたつもりだったのだが、デンマークのある映画館で全4作を連続上映したところ、 大好評を博したという話を聞いて、本作の構想を得た。現在のシーンと回想シーンとをパッチワークのように繋ぎ合わせた実験的な映画。回想シーンと現在のシーンで年代に開きがある場合、それぞれのシーンは違う役者が演技するのが一般的であるが、20年前の回想シーンに登場する子供から現在に至るまで、全て同一人物というのは他に類を見ない。 20年間撮り続けたシリーズものならではの演出である。今は印刷所に勤めているアントワーヌは、働きながら自伝的な恋愛小説を出版している。レコード店に勤めるサビーヌと付き合う一方で、別居していた妻クリスチーヌとは、フランス初の競技離婚をする。音楽学院の合宿に行く、息子のアルフォンスを駅まで送りに行った時、アントワーヌの初恋の相手コレットに再会する。 ありがとうございます。